皆さんこんにちは、長森です。はいどうも、あかねちゃんやで。前編では日豊本線にある秘境駅、重岡、塗装太郎、に行ってきました。ある意味で今回の旅行の目的を果たした感がありますので、ここからはゆったり観光していこうと思います。まずは、大分駅から豊肥本線に乗って、熊本方面を目指します。そういえば、豊肥線って乗ったことない区間あったよな。そうですね、宮地、大分間がまだ乗ったことない区間ですね。昔乗りに来た時は、大雨被害で普通、その次は地震被害で普通になってて、全線開通してるタイミングで来たことなかったんよな。去年、改めて全線復旧したので、乗りに来たってところですね。最近の九州は、復旧した途端に大雨でまた運転できなくなったりしてるから、応援の意味も兼ねて積極的に乗ってお金落としていきたいところよな。豊肥本線駅に到着しました。駅の裏手に滝があるんやな。駅から滝が見えるってのはなかなか珍しいですよね。さて、次の列車まで待ち時間があるので、街中を散策したいと思います。朝、宗太郎にいた頃は、そこまで雨降ってなかったけど、だんだん雨足強くなってきたな。そうですね。ずっと駅で雨宿りとも考えましたけど、次の列車まで3時間もあるんですよね。3時間も駅で根を張ってたら、根腐れしそうやな。それに、この街で行ってみたかったところもあるんですよ。ということで、史跡、岡城市にやってきました。このお城は、天守閣とか建物が残ってるわけではないんやな。明治の廃城令で全て取り壊されて、後に残ったのはこの石垣だけだそうです。駅から歩いて行ける程度しか離れてないのに、周囲には緑しか見えへんな。崖の上に立つ、かなり防御力が高そうなお城ですね。石垣の端っこまで近づけるんやな。ちょっと下覗いてみようや。いや、怖い怖い怖い。手すりもないのに、この高さはなかなか恐ろしいな。足を滑らしたら一巻の終わり、みたいなところですね。あ、銅像がありますね。滝連太郎やな。幼少時代に見たこの城から着想を得て、校長の月を作曲したそうやな。確かに、この光景はあの寂しげなメロディにぴったりですね。さて、待ち時間も潰せたので、さらに西に進みましょう。あれ、何もないところで止まりましたね。と思ったら、今度は反対方向に動き始めましたね。ここは、三段式のスイッチバックがあるところやからな。60メートル近い高低差を一気に下がるためにスイッチバックが必要やったんや。それで、その一番下には、次の停車駅の立野駅があるで。こういう構造をしてるから、立野駅は、全列車が停車する運転場の中央駅やな。数少なくなってきた営業中のスイッチバック駅ですね。せっかくなので降りてみましょうか。ということで立野駅です。駅の横にある看板にも書いてある通り、熊本地震で被災して復興した駅ですね。とは言っても、南阿蘇鉄道の方はまだまだ復興途中やな。南阿蘇鉄道のホームはまだまだ荒れ放題ですね。ここも、全線復旧したら乗りに来たいところやな。さて、次の列車まで、立野駅名物のニコニコ饅頭を食べて待っていようと思います。それでは、いただきます。おいしい。
昔ながらのシンプルなおまんじゅうで美味しいですね。こしあんの甘さがちょうどよくて、小腹空いた時につまむにはええな。駅に戻ってきました。昨日、観光列車に乗れれば乗りたいな、って話したじゃないですか。せやな。ということで、熊本までは、阿蘇防衛に乗っていきます。やったー。しかも後ろ側とはいえ、パノラマシートの一番前です。パノラマシートというだけあって、眼前に広がる180度の景色を見れて爽快やな。今日はあいにくの天気ですけど、晴れていれば阿蘇の外輪山が見れるところですしね。さて、景色を見てるのもいいですけど、せっかくの観光列車、車内を探検してみましょうか。こちらは今いるパノラマシート。三列シートだし足元も広くて快適ですね。隣の車両には、親子が一緒に座れるようなシートもあるみたいやな。子供用のボールプールもありますし、親子連れでも楽しめる列車ですね。その奥には、売店もあって、お弁当やらグッズを買うことができるで。それにしても、至る所に犬の絵が描いてありますね。マスコットキャラのクロちゃんだそうな。なんでも、100匹を超える数が描かれているらしいで。全部見つけ終わった頃には、列車が到着してそうですね。乗って楽しい列車を要望するだけに、内装やら設備やらに凝った列車でしたね。移動するためじゃなく、乗ることそのものが目的になる列車ってのはええよな。そうですね。旅行する楽しみも増えますし、全国にもっとこういう列車が増えてほしいですね。はい、熊本駅に着きました。今日はこのまま鹿児島まで移動して一泊します。おはようございます。今日は指宿枕崎線に乗って、普通鉄道最南端の駅に向かいたいと思います。西大山駅か。電車時間にホームに降りたことはあったけど、ちゃんと下車したことはなかったな。そうですね。今回はちゃんと下車して、ゆっくり駅を見ます。で、そのまま近くにある薩摩の国一宮、平木神社にお参りしたいと思います。それにしても、今日も変わらず重い空模様ですね。3日とも雨に当たってるからな。たまには、スカッと晴れた青空を見たいもんなんやけど。今日は歩きの工程もありますし、欲張らないのでせめて曇りのままでいてほしいですね。ということで、本州最南端の駅、西大山です。西大山といえばそこから見える薩摩富士湖と開門岳。それがこちらです。知ってた。晴れていれば、この最南端の廊の横に佇んでいるんですけどね。待ってたら、少し見えたりせえへんかな。これが限界ですかね。そのしか見えへんけど、何も見えないよりはええかもな。さて、ここで待っていてもいいんですけど、やはり端にあるような駅なので列車の本数も少ないです。ということで、平木神社まで歩きましょう。神社は3駅先のところです。都会ならともかく、田舎の3駅って。北海道の首都駅よりも近いから余裕ですって。それ、距離感覚おかしいことになってんで。1時間ほど歩いて平木神社に到着しました。薩摩の国一宮、平木神社。縁起式神明帳で、式内社に列せられていた古書や。
神社の縁起では和道元年の創建と言われているで。後ろにそびえる開門岳は海の守り神として知られていて、それを祀っているこの神社も航海や漁業にご利益があるそうや。この近辺には竜宮伝説が残っていて、この神社の宝物殿には玉手箱が展示されてるで。朝早かったので宝物殿はまだ開いてませんでしたね。ということで御朱印をいただいてきました。いやー、天気が持ってくれてよかったで。あー、ということで九州旅行でした。3日間通しての移動はこんな感じでした。最後まで雨に見舞われた3日間やったな。時折スコールみたいな大雨でしたしね。傘さしてても全身ずぶ濡れやったな。次来る時こそは天気がいい季節にしたいですね。というところで今回はここまでとなります。ここまでご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。